だからちゃんとそこら辺はなんかね、その安いロッドに安い糸みたいなことをやりだすと、あの石英挟まって結構ピットブルとか8プラス、ピットブルダメっすね。なんていうのかな、まあ、多分いい意図ではあるんですよ、ピットブルって。いい意図ではあるんですけど、俺の口からおすすめは絶対言えないですね。俺の口からおすすめって言って責任は取れないですね、ピットブルに関しては。ゴミカスなんで。だからあのピットブルが使いたかった、どうしてもピットブルが使いたかったら、あの他の人がピットブル使っとる動画を参考にしてください。うちではシマノのピットブルとダイワのエクスブレイドに関しては、あのクソ糸なんで、うちでは無理っすね。うちでピットブルに対して、あの、なんか賛同を求めるのは絶対ないんで、クソなんで。だからちゃんとした糸を使って、糸にお金をかけてください。すごい重要。サーフに関しては特に。うん。逆にあれですよ、なんだろう。サーフで何釣るんですか？青物。ネッサってことはサーフですよね。サーフロッドの場合はどうしてもレングスが長くなるから、あのその分予算が取られてしまってね、あの素材の竿のカーボンの部分にお金がかかってしまって、ガイドは安くしなくちゃいけないんですよ。四つ編みとかはあります。まあそんな感じですね。でそれこそ本当にサーフでヒラメとかやるんだったら、あのあれがいいっすね。でもどうしてもシマノを使いたいっていうんだったら、俺はパワープロ Z がギリギリですね。フラットフィッシュ、それだったらやっぱ飛距離だから、サーフってのはもう飛距離が絶対的な正義だから、飛距離がそのね、飛距離が2メートル3メートル伸びるだけで索敵範囲はものすごく広がるから、サーチの範囲ってものすごく広がるから、だから飛距離が絶対正義なんですよ。なんでおすすめは、バリバスのキャスティング P、 やっぱあれかな、キャスティング P のショアマスターとか、あのあたりかな。おすすめの P 何ですか。そうだ、ちょっと待ってくださいね。バリバスの、おー、 X8 のアップグレードいいっすね。X8 でも全然いいね。あれキャスティングでも普通に使えるからね、一応ジギングでも。どうせキャスティングするんだったら、ソルトルアーのミチートの、PE かな。X8 でもいいっちゃいいんだけど、やっぱりサーフの場合はどうしても飛距離が欲しいから、これだな、マックスパワー P。 ショアマスターってどれだったっけ。あれ普通の PE か。これはおすすめですね。マジでこいつは飛ぶ。高いけど、高いけど消耗に関してはそこまでね、あれだから、俺個人的にはキャスティングゲームをするんだったらこいつですね。もうトゥルットゥルなんですよ。こいつトゥルットゥルなんですよ。エギングとかでだいぶ活躍した。これがおすすめですね。一応まあラインセレクトも2号まであるんで、俺の場合はチキンだから 1.5 くらいいっちゃうけど、座布団ヒラメ狙いたいんだったら 1.5 か22は、2だな。座布団狙いたいんだったら 1.5 か2、どういうサーフかはちょっと分からんけど、そんなになんか糸に対してダメージ、そうかな、でもどうかな、フラットフィッシュ狙いだったら、そもそもその糸が海底付近を漂うことが多いから、だからちょっと糸はワンランク上なんだよな。俺の場合は 1.5 かな。
もしも大丈夫っていうんだったら 1.2 とかの方が使いやすいと思います。バリバスの P のツルツルは異常、うん、あれは異常ですわあのツルツルすぎて最初ノット組めませんでしたもん俺摩擦系のノット FG とか組めないんですよ。ツルツルするから摩擦系だから食い込まないんですよまあまあ高いですよ、気をつけてください。こいつまあまあ高いですけど、やっぱりまあロッドとかでちょっと値段落とした BB 買うんだったら、うん、CI4 じゃなくて BB ですもんね、うん、だとしたら、うん、だって Amazon でもね、おお値段下がってる、おお値段3000円で買えてる、やったじゃん。俺の時3600円とかやったんやけどな。いいね、うん、これはいいね。ショアマスターきっぱりは強えし、で安定のもう安心のバリバスやから、どっかそのね竿とかはあれだから、針もそうやけど糸かな、やっぱそのバランスで言ったら糸に絶対的な信頼を置く、うん、っていうのはすごい大事。まあ現代の竿なんてどれもかしこも強いから、よほどなんか番手が狂ってなかったら、よほど番手が狂ってなかったら釣れるのよ魚は。だからその分糸に関してはめっちゃ気にかけた方がいいと思います3000円はちょっとあれかもしれんけど、うん、こっちのキャスティング PE でもいいしね。もっとこれ 200m だから、うん、ショーマスターの方は 200m だから、実質サーフで青もんやるんだったらそれこそメタルジグで 100m 飛ばすわけやろ。だから寿命で言ったらちょっと短い、本当ならね高切れしたら終わり、うん、だから糸に関してはしっかりと、そうだな、サーフやろ、サーフでやるんだったら個人的には300あったらずっとね、300あったらすごく安心できるんやけどな。そこら辺はリールのキャパにもよるから。だって、じゃあ仮にツインパワー。ツインパの4000だったら、ツインパの4000だったら、糸巻き量、4000のまあ XG としよう。4000XG だとしたら、1.5 号で320巻けるから、だから、ちょっと下巻きして、こいつの 1.5 号、うん。このキャスティング PE マックスパワーってやつを、300m 20m の下巻きと、上に300巻いたらワンシーズン遊べるわ。先行投資変に200を買って、結局 200m リールに巻いたとしても実際使うのって 100m くらいじゃないですか。サーフなんで、シーバスとかやったら頑張るかもしれんけど、サーフなんでどうしても 100m のキャストが最低ラインになってくるわけですよ。100m80 のキャストで 100m80 が最低ラインになってくるわけですよ。まあ幸いにしてフラットフィッシュは走らないんで、それでも大丈夫なんですけど、 100m ありゃなんとかなるんですけど、うん、そんなめっちゃ走るわけじゃないから、もう思いっきりゴリ巻きしてね、手繰り寄せて、いくなドラグ使って走らせるんじゃなくて、もうなんか強い糸で ひたすら綱引きするべこの野郎みたいな感じの釣りだったら 200m もいいんですけど、まあ最初のうちというか1回 300m 使ってみるのがありだと思います個人的には、うん、1回300使ってみて、まあところどころ消耗してったら切ってって、うん、それだったら釣りの回数にもよるけどワンシーズンは使えるんじゃないかな。だから1回300をツインパワーのね、その4000番の XG だったら、シマノだったらね、1.5 で320負けるわけだから、うん、そんななんか下巻きのことも気にする必要ないし、だからフルキャパで使えるからいいと思う。じゃあショアをやるんだったら普通のなんか青物とか、シーバスとかやるんだったらこっちやな。シーバスで200あったらもうやりたい放題やからね。いいえ、こちらこそ。